西国街道を歩いた男第三葉。皆さん、第三葉という人物をご存知ですか？今から200年前、江戸時代に生まれた三葉は広島城下で育ち、広島から京都まで西国街道を10回以上往復しています。もちろん歩いてです。母、三葉、下僕の助け。親戚の香典を皆預けますからね。わかりました。助けもよろしくお願いしましたよ。承知いたしました。三葉と助けは西国街道を歩いていきます。しかし今の東広島市松子山の手前で三葉は思いもよらない行動に出ます。ご主人様、どうかなさいましたか？ご主人様、竹原はこちらの道です。そちらの道は京都へ行きます。京都？そうじゃ、わしが行きたいのは京都じゃ。私は分布して身を立ったんじゃ。子供の頃からの夢、わしの夢を叶えさせてくれ。ご主人さん、ご主人さん。雷三葉は脱藩を図ります。その後京都に向かいますが、やがて見つけ出されてしまい、広島の屋敷で謹慎生活を送ります。脱藩は家が取り潰されてもおかしくないほどの滞在でしたが、父が広島藩の重臣であったため、最悪の事態は免れました。雷家の居間で父、二人の叔父、母。いよいよとんでもないことしてくれたのは、くしゃー。本人は日本の歴史を書きたいと言っているそうです。何じゃそれ。しかも日本外史というタイトルのようです。たけが、ご
5年の謹慎生活が明けたものの、第三陽は広島城下では武士として生きていく道を閉ざされ、西国街道沿いの神鍋にある神茶山の塾の塾頭になるため、広島城下を離れることになります。この時、三陽は30歳。別れた妻との間に、9歳の息子、逸庵がいました。三陽、母、息子、別れの時。それでは母上、逸庵をよろしく頼みます。私の息子として育てますよ。お前も達者でね。お父上様、行かないでください。私のそばから離れないでください。あのような生き方しかできないのですよ。息子まで悲しませてしまうと、自分は何という人間なのか。息子よ、どうか許してくれ。三陽は神鍋の連塾にも長くとどまることはできず、結局憧れの地であった京都に向かいます。32歳の時です。ここで三陽は詩を読み、書を書き、それを売ることで生計を立てようと考えますが、簡単に売れるわけでもなく。すみません、どなたか私の書を買うてくれませんか。見ていくだけでもいいんで。すみません、もう一軒ここ行こう。もう一軒行こう。いやもうすみません。どうした。何。私の書を買うてくれませんか。書。あー、どれ、見せて見せて見せて。最近読んだ詩です。電声粛粛、夜川を渡る。ションベンチョロチョロ、夜川に放つなど、なんだそれ。いえ、違います。え、弁声粛粛、夜川を、うるさいこれ。こんな人売れるわけないだろ。やめちまえ。ちょっと待って、めっちゃ面白かったね。どうせあんたもバカにすんの。いいと思いますよ。なんとか情景の静かな中にも強さや緊張感がある。
素敵じゃないですか。ですよね。はい、そうですよね。素敵です。どんなシーンで描いたんですか。もっと教えてください。後にこの理恵は三葉の後妻となり、三男一条を産み、家を立派に守り、三葉亡き後も子供たちを成人まで育て上げ、その姿は鬼のようだったと例えられるほど必死で壮絶であったと言われており、懸命に家族を守った理恵の様子が浮かんでくるようです。かけどもかけども売れない産業は日々精進するようになります。日本外資も書いては直し、直しては書き、完成度を高めていきます。そうして数年が経ち、広島から父既得の手紙が届くんです。広島の内定臨終直後、間に合わなかったか。兄上は最後まで首を離さずに、おしずなの梅子という子を駆け残して旅立たれました。ご立派な最後じゃった。旦那様はあなたの将来を案じていましたよ。あの厳しい父上があり得る。死ぬ時私のことを案じるなど。死ぬ時までこの心配をするのが親というものです。旦那様の願い通り、どうか愛せしてくださいね。父上。2年後、第三葉は京都から広島に帰り、父の三回忌を済ませた後、西国街道を下関まで歩きます。ご存知のように西国街道は京都と下関を結んでいます。三葉は西国街道を全て踏破したことになります。下関から船で九州に渡り、九州を福岡、佐賀、長崎、熊本、鹿児島、大分と1年かけて歩き、各地の文人と交流し、多くの詩を残します。第三葉が九州一周をしたのは1818年、今からちょうど200年前のことです。歩けば詩が生まれます、文が生まれます。こうして三葉は大成したのです。その後、第三葉は40歳で日本外史を完成。かつて老中を務めた松平楽王からの求めに応じて日本外史を伝本し、王将を与えられるなど名声を高めます。初老の第三葉と老いた母が歩く。母上にこうして西国街道を歩くのもう4度目ですね。お前が京都
で暮らすようになってから愚痴を読んだの。広島から京都に招き、その度に花見やもみじ狩りに連れ出してくれた。ご苦労おかけした母上に、せめてもの罪滅ぼしです。お前もそんなことを言う年齢になったんじゃねえ。あ、きれいな桜が。満開の吉野の桜を母上にぜひ見ていただきたかったのです。母上、おんぶいたしましょう。きれいな桜ですよ。わしは少しは父上に近づけたでしょうか。母上、ありがとうございます。今は亡き父上やお十上などがいらしたから、君に描いていたような人生を送ることができた。今日の桜はひときわ目にしみるものだろう。山陽は53歳で病没しますが、死の直前まで筆を握って書き物を続けていた姿は、かつて反目し合っていた父とそっくりだったと言われています。以上、来山陽の演劇をお送りいたしました。ありがとうございました。それではですね、全キャストを今一度ご紹介させていただきたいと思います。どうぞステージの方にお願いいたします。さあ、それではですね、なんとですね、ありがたいことにですね、来山陽との出会いをねいただきまして、そしてですね、この素晴らしい脚本を書いていただきました、なんと美濃部先生がそちらにいらっしゃいます。ちょっとご紹介をさせていただきたいと思います。作家の美濃部のり子先生です。大きな拍手をお願いいたします。先生、ちょっとよろしいでしょうか。実はですね、先生には台本書いていただいてですね、それからね、以降はですね、もう本当に好きなようにやってくれというふうに言っていただきましてね、全く打ち合わせもせずに、これまでも一回も見てもらわずに、我々ドキドキしながらですね、演じさせてもらったんですけども、先生いかがでしたでしょうか。驚きました。もう本格的なんですね。もうちょっとおちゃらけかなと思ってたんですが、しっかり演じてくださいまして、ありがとうございます。いやー、よかったです。ありがとうございます。特にですね、もう来山陽を演じた天童なんてですね、もう来山陽はもうね、なかなかこう、まあ、お会いしたこともないし、で聞けば調べる調べるほど変人の情報しか上がってこなくてですね、なかなかですね、演じるのは特に大変だったんじゃないかなと思いますが、ね、あの先生の大好きな来山陽を演じる天童の、この天童の来山陽はいかがでしたか。
第三王はね、そんなにイケメンじゃないんですけどももうすごいイケメンなので、多分空の方で喜んでるんじゃないかと思います。第三王喜ばせてますよ。これからもですね、先生の中のね、ずっとこの来世産業のですね、いろんなこう、あの歴史を受け継いでですね、今大事に大事にされてます。そういったものをですね、また我々もですね、少なからず、いろいろ教えていただきながらですね、背負ってですね、これからもどんどん発信をしていきたいなと思いますので、はい。来世産業の劇はですね、ほとんどもう30、40年、どこでもされてないので、もう21世紀に入って初めての来世産業の劇、本当に記念すべき、になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。みのみ先生に大きな拍手をお願いいたします。そしてですね、皆様、実はですね、これが全ての演目が終了となるんですけれども、実はですね、この面々はこのイベントのために発足されたメンバーなんですね。で、実はですね、9つのストーリーも今回ね、準備させてもらっております。そのですね、せっかく9つの中でですね、皆様もうちょっとよかったらシャレオツリンの演劇見てみたいなと思う方、どのくらいいらっしゃいますでしょうか。ありがとうございます。ではですね、早速皆様にね、見ていただきたいと思います。では立てよ、剣聖とですね、連之助に披露していただきたいと思います。ではスタンバイをお願いいたします。